マンジャロは Linux Distribution の一つである。Arch Linux をベースとしたユーザーフレンドリーなディストリビューションを目指している。Arch Linux と同様にローリングリリースモデルを採用している。マンジャロは Arch Linux と互換性を有しており、Arch で特徴的なパッケージ管理システムをそのまま使用することができる。一方、デスクトップ環境がプリインストールされており、 アーチにおけるインストール及びデスクトップ環境構築に要する労力を省くことが図られている。デスクトップ環境は公式にはザフス、KDE、GNOME、ネットエディションが提供されている。またコミュニティエディションとしてシナモン、メイト、LXQT、E17 等が提供されている。マンジャロは独自のリポジトリを運用している。アーチのリポジトリから ソフトウェアのパッケージをコピーし、機能をテストした上でマンジャロの公式リポジトリで提供している。リポジトリには、アンステーブル、テスティング、ステーブルの3段階があり、アンステーブルはアーチのステーブルに概ね該当する。ステーブルの場合、アーチと比較して2週間程度のパッケージ更新のタイムラグがある。また、アーチユーザーラパザトリスも利用可能で、 多数のソフトウェアパッケージをインストールすることが可能である。マンジャロの独自の機能としてなどがある。ロランシンガー、フィリップ・ミューラーらによって開発が進められ、2012年8月に独自リポジトリの運用を開始するとともにバージョン0.8 0がリリースされた。マンジャロはローリングリリースを採用しており、インストール用イメージファイルは定期的にリリースされるが、これは パッケージ集合の最新スナップショットに過ぎず、各リリースごとにユーザーの移動を進めるものではない。2015年9月よりバージョン番号の表記方法が変更され、年月による表記となった。ありがとうございます。